町北村は福島県にかつて存在した村、北合津郡に属していた。現在は合津若松市の一部であり、東項目では現在の合津若松市長北町についても述べる。日本福島県合津若松市町、北町合津若松市長北町上荒田付近、国道49号沿いには商業施設が立ち並ぶ。 現在の合津若松市北部にあたり、商業地、住宅地、水田などが広がる。同地区を国道49号、国道121号など、地域の幹線道路が当地区を経由しており、沿線の一部には飲食店、家電量販店などの商業施設が立ち並ぶ。このうち、国道49号は1967年に、滝沢バイパスとして開通した区間を含み、 同バイパスの区間では片側に車線で整備されている。東日本旅客鉄道万越再線も経由しているが、当地区に駅はない。同線は合津若松駅でスイッチバックするが、東庁東端の合津若松市一基町との境界付近で、郡山駅方面の線路と新津駅方面の線路が分かれている。また、万越自動車道が経由しており、 当地区内に藍津若松インターチェンジがある。道インター付近は藍津アピオとして商業地になっているが、住所は町北町ではなくインター西となっている。主要地区の現況を述べる。ただし、旧町北村域の一部は住居表示の実施により、石道町などの町名となっている。町北町北部の地区、万越自動車道藍津若松インターチェンジがある。ただし、 前述のように、インターチェンジ西側の商業地、藍津アピオについては住居表示上、インターニシとされ、含まれない。前述の万越自動車道のほかは、南側に国道49号、西側に国道121号、東側に藍津若松駅方面からの藍津若松市道、万越再線が通る。地区内には、水田のほか、一部では、住宅地も広がる。 大技内には、下、荒く殿、屋敷、中の銘などの集落がある。町北町北東部の地区。国道49号、福島県道69号、北山合津若松線などの幹線道路のほか、万越西線が地区の東部を通る。地区北部を東西に横断するように通過する、国道沿いには、レストラン、家電量販店などがあり、商業施設が立ち並ぶ。 その他、地区内には、住宅地や水田などが広がる。大和座内には、上荒田、鈴木などの集落、住宅地がある。町北町東部の地区。会津若松駅西側に位置しているが、現在は、駅の西側は住居表示により、石戸町、とされているため、住所上は、そのさらに西側の一部地域のみを指す。該当地域内には水田などが広がる。 町北町西部の地区。国道49号が地区の北側を通過するほか、地区の西側を福島県道326号、浜崎高の藍津若松線が通過する。水田、集落などが広がるほか、国道沿いの一部には家電量販店などの商業施設がある。地区内には富士室、だるまなどの集落がある。町北町北西部の地区。 国道49号が地区の南側を通過する。また、旧湯川が地区を流れている。地区の西側には中沢交差点があり、国道252号と国道49号、加えて市道の交差点となっている。地区内には水田、集落などが広がる。また、地区の北側には中地地区がある。本地区内と中地地区内には平沢、 中寺などの集落がある。ありがとうございます。